桜坂46、こちら有楽町星空放送局オンライン公開収録スペシャル。こんばんは、桜坂46の井上里奈です。まだ何の色にも染まっていない私たちが未来に向かって枝葉を伸ばす30分番組こちほし。今夜はオンラインでの公開収録、略してこちおんとしてお送りするスペシャルな回なんですが、メインパーソナリティの小関里香さんは体調不良のため大事をとってお休みしています。なので私井上里奈が代打メインパーソナリティをやらせていただきます。よろしくお願いします。こういう形で小関さんの代打を務めるのは2回目なのですが、初めてのこちおんということで、こう公開収録っていうスペシャルなイベントじゃないですか。なのでこうなんかすごく緊張もしてるんですけど、こうファンの方がこうやって目の前にいるっていう感じなので、私の仕事姿をちょっと見られているような感じで、ちょっと恥ずかしいなっていう気持ちもします。でもなんかやっぱり仕事をしてる姿ってかっこいいところを想像するじゃないですか。なので今日は私のかっこいい姿を皆さんにお見せできるように、なるべく噛まないように頑張っていきたいなと思います。早速噛んでますけど頑張ります。はい、小関さんは近いうちに元気になってこのこち星に帰ってくると思いますので、一緒に待ちましょう。さて今私の目の前にはモニターがあるんですけど、たくさんのリスナーさんの顔が見られる状態です。見えますよ。皆さんの声も聞けるのでちょっと呼びかけてみましょうか。参加者の皆さん、一旦ズームの音声をオンにしてもらえますか。皆さんこんばんは。聞こえますか。あ、聞こえた。皆さん元気ですか。元気です。お、元気そうですね皆さん。元気です。私ちょっとしたいことがあるんですけど、ライブの煽りっぽいことしてもいいですか。はい、埼玉の狂犬小林由依さんにも負けないぐらいの煽りをしたいなと思います。いいですか。おい、みんなこちおん楽しむ準備はできてるか。もっと声出せるだろう。お、いいですね。おじきさんにご飯おごってもらうぞ。皆さん元気がいいですね。ありがとうございます。皆さんこちおんを楽しんでください。ではズームの音声を一旦オフにしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでラジオをお聞きの皆さんは伝わったでしょうか。はい、皆さんもかなり盛り上がっていますね。あと皆さん のご自宅の様子もちゃんと見えて、タオルを飾っている方がいらっしゃったりとか、こうグッズですね、飾ってくださったり、いや皆さんのお家が素敵だなと思います。はい、こう初めてのこちおんなんですが、小関さんの分まで精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。オンラインで参加してくれているリスナーさんとお送りするこちおん、最後までお付き合いください。桜坂46、こちら有楽町星空放送局。桜坂46、こちら有楽町星空放送局。桜坂46の井上里奈です。今夜のパートナーはこの方です。桜坂46の森田ひかるです。よろしく。よろしくお願いします。ちょっとフライングね。すいません。いやでもね、でも可愛いよ、それもルンルンのギャップだよ。ありがとう。はい、これがこちおんっていうものなんですけど、どんな感じですか、ルンルン。嬉しいね、やっぱ、こうやってさ、ファンの方々をさ目の前にして、ね、こうラジオするってことなかなかないので。ないよね。ありがとうみんな。いやすごいよね、私も仕事姿を見られてるっていう気がして、すごく緊張する、すごいね、緊張してたね。そう、え、伝わった伝わった。裏でラジオラジオ。早速いじりに来たね。ルンルン。いやでもルンルン、最近は
なんかしてますか、近況というか、うん、最近はどうですね、うん、ずっと踊ってますね。あ、踊って、うん、あ、でも確かにあの歌番組とかも最近は増えてたしね、うんうん、バンがリリースされてね、ありがたいことに出演させていただいて、うんうんうん、ね、やっぱバンすごい難しいから。難しいよね、うん、え、お家だとその大きい鏡とかで踊るの、うんうん、あ、お家は全身鏡なくて、あ、もうちっちゃい鏡でやってる。ちっちゃい鏡で入りきる、うん、入りきらないだよね。でも私もまだその大きい鏡が変えてなくて、うんうん、その洗面台の鏡があるじゃん、うんうん、そこで踊っててよく肘をぶつける。ぶつけるね、うん、よくぶつけるよね。よくぶつけるのよ。いや、いや、まあまあ、バンもこれからもっともっと完成度を高めて ね、うん、皆さんにいいものをお送りしていきましょう、うん、はい、うん、さあ次行きましょう、はい、行きましょう。今夜はこのコーナーをお送りします。はい、せーの、星音紹介。やったー。はい、番組に届いた普通のお便り星音をご紹介します、はい、今日はイオンカード会員さんの方からの星音がたくさん届いています。ありがとうございます。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、神奈川県横浜市、ラジオネームおちょモンターニャスさんからいただきました。おちょモンターニャスさん、ありがとうございます。昨年ミート&グリートに参加しました。あ、ありがとうございます。10月にもらった番組ノベルティのコチティを着て参加したのですが、うんうん、尾関さんも気づいてくれて大満足でした、しかし思い返してみると自分の声が届いていないような気がしてきました、うんうんうん、コチティを見せるためにスマホと距離を取りすぎたのかも。あ、僕にとってはそんな反省点もあるミート&グリートでしたが、はいはいはい、メンバー側の感想やファンへのアドバイスなどはありますか、うん、今後の参考にしたいです。あ、なるほど、ミーグリね、うん、ミーグリ始まるね、また、うん、やっぱ難しいよね、うん、難しいね、うん、え、ルンルンはなんかアドバイス的にありますか、うんうん、アドバイス、ね、うん、あのさ、うん、こうファンの方がさ来てくださるときに、うんうん、あの名前を設定してくださって、はい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 、たまにそこにさ、うん、なんか大好きみたいな書いてくれて、うんうん、ありがとうってなるんですけど、うんうんうん、そこなんか2行までしかこちらは見えてなくて、そうだね、うんうん、だから3行の方だとちょっと1行目が見えなくなっちゃってるので、確かにこう長いね、こう、うん、森田光大好き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 人間ですとかだともう見えなくなるのね。上の方があの設定してくださるのはすごくありがたく嬉しいんですけど、うん、2行にしていただけると、あ、3行だと見えないんですけど2行だと見えるので、うん、ぜひ2行でよろしくお願いします。え、それでちょっと困ったこととかもあったの？そう、なんか、うん、その1行目に名前を書いてて、でその後にこうリクエストみたいな〇〇してくださいみたいなの書いてて、で〇〇を言ってしてくださいって書いてくださって、うんうん、その〇〇が見えなくて、あ、そのリクエストにしかお答えできなかったのがちょっと、あ、ごめんなさいってなっちゃったので、うん、そう、そこはちょっと、はい、確かにそれは改善点ですね、ファンの皆さん。じゃあそこはよろしくお願いします。じゃあ次の紹介しますね、うん、はい、埼玉県川越市、ラジオネームソイソースさん、21歳の方からです。ソース、はい、こんばんは。僕は最近家計簿をつけ始めました。自分の使ったお金を1日単位で見ると、うん、いろんな発見があるのですごく楽しいです、うんうん、お二人も何か最近始めたことはありますか？とのことです。家庭的ですね。そうだね、家計簿つけたことある？家計簿ね、三日坊主で終わったね。一緒だよ ね、 よね。なんかそういうアプリとかね、いろいろあるけど ね、うん、ね、うん、いやでも難しいよ、家計簿つけるって。うん、もう私だって覚えてないもん、正直、うんうんうん、一日でも使ったものとかがあんまり、ね、うんうん、確かに毎日は大変だよ ね、 確かにすごいね、うん、ソイソースさんは。すごい、うん、何か最近始めたこと、うん、ある？井上、私ね、うん、あの昔、うん、あの10年間ぐらい、うんうん、小学校から、うん、高校1年生ぐらいまでかな、うんうん、ピアノを習ってたんだけど、うんうん、あのまたもう一回再チャレンジしようと思って、あの結構本格的にちゃんとしたクラシックの曲を、もう一回ちゃんと頑張ってみようと思って弾いてます。本当にすごい、うん、いやでもね難しい、うん、全然指が動かなくて、うん、やっぱりなまってる。そう、なまってる。昔のようにはスラスラ弾けなくなっちゃった、うん、でもすごい上手いよ、井上。なんかさ、初めてさ、うん、一緒にさ、その楽器屋さんみたいなとこに行ってさ、行ったね、うん、そう、なんか
その時はまだもう、うん、まだ加入したてで、うんうん、井上がピアノをできることさえ知らなくて、そしたらギネッテンテルテルテルみたいな、なんかそうそう、あのね、ショパンの子犬のワルツっていう曲なんですけど、あ、そうなんだ、そう、それを弾いてて、そう、ルンルンもすごい褒めてくれて、びっくりした、私だってもうあのカエルの歌とかしか弾けないから、テンテルルンって行くわ、めっちゃびっくりした。なんかね、その楽器屋さんでルンルンが拍手してくれて、うん、なんかめっちゃいい気分になる。ぜひぜひ練習したらまた聞きたいな。じゃあ、あのぜひルンルンもドラムとかで参加して一緒にセッションしましょう。しましょう、練習しないと、うん、頑張ろう、一緒に頑張りましょう、うん、じゃあ次のお便りお願いします。はい、はい、大阪府21歳、ラジオネーム、うん、盲腸の盲。おー、ありがとうございますありがとうございます。先日朝寝ぼけながら顔を洗って、うん、パッと前を向くと視界がぼやぼやで、一体何が起きたのかと驚きました、うん、混乱して5秒ほど思考を停止した後、メガネをかけたまま顔を洗ってしまったことに気がつきました。 お二人は最近何か間抜けな失敗をしてしまったことありますか。いやー、間抜けですね、そのエピソードは。そうですね、メガネか。いや、でもあるんじゃない、ルンルンとか。ある、あるね、結構お家の中で結構やらかしてるかも、うんうん、お、何ですかそのエピソード。なんかまず、まあ普通に手洗うんですけど、うん、起きたらまず歯磨き粉で手洗っては、手スースーってなって、歯磨き粉で手を洗ったの。 うん、洗った。え、泡だった？泡立ちはしない？そう、もうめっちゃもう寝ぼけてて、うんうん、もうピッてってあれみたいな、そこで目覚めて気づくとか、うんうん、ピスタチオの殻踏むとか。ピスタチオの殻を踏む？踏んじゃう。おー、なんでそこ落ちてたの？いや、なんか一回行方不明になってたのよ、なんかピスタチオがポーンって飛んでって、うん、たらその後日踏んでいたってなって見つけたってなったりとか。ピスタチオ、あともうこけまくりですよね、家の中で。え、それはダンスしてるからとか？あ、ダンスの途中もかかとぶつけたりとかするし、うん、全然結構負傷してる。すごい間抜けエピソードだね、うん、井上はどう？え、でも私もその朝で言うと、うん、あの王道のやつなんだけど、うんうん、あの歯ブラシに、うん、あの歯磨き粉だと思ったら洗顔フォームを、うん、洗顔、うん、そうつけて口に入れて、入れたの？入れた、入れたけど、歯につける手前で止まって、よく気づいたね、うん、もうすぐにうわーってちょっとなった、苦そう、うん、なんか王道でさ、あることだけど、うん、まさかさ、こう自分の、うんうん、のこ自分に起こると思わなくて、うんうん、結構びっくりしたな、そう、間抜けな2人なのかな、としたら。そうかもね、ね、結構やってるから。やってるね、結構やってるね。いたって家で叫ぶからね。あ、叫んでるんだ。もう叫んでる。もう小指とかさ、よくぶつけるってあるあるじゃない、うん、あ、あるね。でぶつけた、ちょっと待ってね、ちょっと待って、痛いからってなんか想像つく、一人ごと乗るんだよ。結構多いかも。あ、で、うん、うちは叫ぶっちゃ叫ぶんだけど、うんうん、どっちかって言ったら、うーんみたいな、こう耐えるタイプ、耐える方、うん、そう、そう、いろいろなね。あ、そうそう、それで言うと、うん、あの、うん、私、あのエレベーターのドアにめっちゃ挟まるの、うんうん、どうなの本当に、うん、え、挟まったことある？エレベーターない、ない、ない、うん、逆になんでないのって思うぐらい、うん、私本当に挟まってて、こう映画館とかでも、うん、こうみんなが入っていくから入れると思うじゃん、そこに連なって、うんうん、そしたら私のところでガーンってくるやっべ、井上くるーって閉まるんじゃない、嫌われてるのかなエレベーターに。しかもあの事務所のそのエレベーターとかでも、うんうん、みんなが入っていってるのに、うんうん、あ、私も入るぞと思ったらガーンって来て、でもさ、今ないセンサーでさ、人が来たら開けてくれるやつ。あ、多分そういうのもあると思うんだけど、私反応されないなんで？え、ちょっとリスナーの皆さんに聞いてみようかな。え、聞いてみよう。え、皆さんエレベーターのドアに、うん、あの、うん、挟まったことありますかね？ありますか？挟まってる方、画面に向かって挙手お願いします。いや、あ、あるある。え、結構いるよ。まるまる。え、すごい、みんな挟まってるね。挟まってるじゃん。やっぱみんな挟めるんだって。バツの方もいらっしゃるし。あ、やっぱあるあるって書いてる方もいらっしゃるし。電車のドア。あー、電車のドアもあるよ。あるの？うん、全然ギリギリに行こうとか思ってないの別に、うんうん、けど閉まってくるんだもんなんかクレーム言う人みたいになっちゃってるけど、でもさ、閉まる直前ちょっと恥ずかしくて、え、そう、別に入ろうとしないしみたいなだから私いつもそういう時は髪をかき上げる挟まって一瞬こう
髪こうやって書き上げてちょっとクールごまかしそうごまかす、いやこれ使えるよ、ぜひ皆さん髪を書き上げるを使ってみてください、うん、じゃあ次の、はい、メール読みますね、はい、岐阜県瑞穂市22歳男性、はい、ラジオネームゼルコバさんからです、ありがとうございます、はい、僕は昔2泊3日の高校最後の修学旅行の初日にインフルエンザになり、うん、残りの2日間をホテルで過ごした苦い経験があります、あら、お二人は修学旅行など学校行事での苦い思い出などはありますか、とのことです、大変ですね、大変だねインフルエンザって、せっかく ね一度なのに、なんかマラソン大会とかならいいのにね、うん、そうね、まだね、確かになんか、でも修学旅行の苦い思い出とか、うん、学校行事ある、あるかな、なんだろう、ある、私ね、うん、あるのよ、うん、その修学旅行で言うと、うん、あの高校生の時の修学旅行に、うんうん、山形の蔵王にスキーとかスノボをしに行ってたのね、うんうんうん、でスキーとかスノボどっちか選べるんだけど、うんうん、こう初心者なのにこう友達みんなが運動神経良くて、うんうんうん、スノボに行くからって言って私もついて行っちゃったの、スノボで、スノボに、そうそしてまあみんな初っ端からあのリフトっていうのかな、うん、あ登る山の上の方に登って行って、うん、私もまあ調子に乗って行ったわけよ、うん、でやったことないのに、いや本当に初心者、全くやったことないの、うん、だしもうソリしかやったことない、なんならソリ、そうソリしかやったことないのに、うん、ついていっちゃって、うん、それで、まあ、上から滑っていくわけですよ、うん、で友達は難なくもうクリアしていってるの、うんうん、で私最後に行くんだけど滑り始めた時点から、うん、3回転あのでんぐり返りして、うん、もう雪に埋まりそうで怖かった、本当怖いよ、でも雪柔らかいから大丈夫なんだけど、そうなんだ、うん、そうもうその苦い思い出があって、でその時も髪をかき上げてごまかした、うん必殺技ね、必殺技、髪を書き上げるっていうのでごまかしましたね、それは辛いね、辛いよ本当に、いやルンルンもその、うん、なんかねやっぱね初っ端からね、うん、スノボとか行っちゃダメよ、いや行かない、うん、行ったことある？ないない、あないなんかウィンタースポーツでいうのかな、うん、そういうの行ったことなくて、うんうんうん、やってみたいと思う、いつか、あまずはソリから始めましょう、うん、ソリ行きましょう、そうだね、はい、引き続きあなたからの星音をお待ちしています、宛先はこちら、はい、桜アットマークオールナイトニッポンドットコム、桜アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします、はい、件名には星おたと書いてもらえると嬉しいです、桜坂46、欅坂46のイオンカード会員の方はメールに桜坂 ID、欅坂 ID を書くのを忘れなく、うん、メールが採用された方全員に特製ステッカーコチステを差し上げます、あなたからのメールをお待ちしてます、はい、桜坂46こちら有楽町星空放送局、桜坂46こちら有楽町星空放送局、ラジオライブ MC、イエーイ、お、なんかライブ会場っぽい、本当だはい、皆さん、はい、こんばんは、私たち桜坂46です、おおすごい歓声、じゃあみんなも拍手してくれてる、ね、はい、今日の MC は私、うん、井上です、お、はい、メール紹介します、はい、東京都国分寺市、ラジオネームなぜ戸締まりをしてこなかったんだろうさんです、深夜に小腹が空いてこれなら食べても大丈夫だよねと自分に言い聞かせて、うん、つい食べてしまうものって何ですか、うん、ルンルンはなんか、うん、食べる、まずその小腹空いたとかなって、うんうん、深夜とかに、うん、でも私ずっと食べてるからな確かになんかずっとお菓子とかをね、うん、食べてるイメージはあるかも、うん、でもなんか特に深夜とか前そういう夜中だから朝だからお昼だから関係なく、うん、いつでも食べるかも、何でも、お、うん、あもうカロリーとかも気にせず、うんうん、もうな何食べたのちなみに最近ありますか、最近はもうあれですよね、夜に餃子食べちゃう、うん、おー何時ぐらい、えもうまあ夜もまあ深い、うん、時間ですよ、まあ、デロジを過ぎた頃からっていう、そうですね、はい、餃子、でも私もルンルンと似てて、うんうん、そのカロリーとか何食べるとか気にしないタイプなんだけど、うんうん、もうなんかお腹をいっぱいとにかく満たしたいから、うん、白ご飯、白ご飯、そう、そのまま、そのまま白ご飯、味付けなし、味付けなし、で食べちゃうんだよね、すごい、うん、
美味しいよね白ご飯。いや白ご飯一番美味しいんだよ、うん、正義正義白ご飯は。じゃあでは次の曲に行きましょう。埼玉県桜色のゆずさんからのリクエストです。欅坂46で二人セゾン。二人セゾン。この曲は公式音楽アプリユニゾンエアでもライブ映像とともにお楽しみいただけますので、ぜひチェックしてください。引き続き私たちへの質問やトークの元となる話題、そしてライブで聞きたいリクエスト曲をお待ちしています。さくらアットマークオールナイトニッポンドットコム、さくらアットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。はい、件名には MC と書いていただけると助かります。桜坂46こちら有楽町星空放送局。櫻坂46と日向坂46の公式音楽アプリユニゾンエアーが好評配信中です。ユニゾンエアーは私たちのライブパフォーマンスをスマホで手軽に体験できるリズムゲームアプリです。さまざまなクリエイターの方とコラボしたオリジナルの短編物語などグループの世界観に触れられる機能もたくさんあります。はい、ルンルンはやってみてどうですか。うん、やっぱ楽曲もすごく楽しいけどさ、うん、私たちもこう撮影してるじゃん、いろいろな衣装着て、やっぱそのセットとかもすごく毎回豪華で、ね、うん、すごく楽しく撮影させていただいてます。楽しいよね、うん、皆さんアプリストアからぜひユニゾンエアーをダウンロードしてくださいね。最新情報もアプリ公式ツイッターをチェックしてみてください。そして誰かの坂へと響け。ねえルンルン、何の上、今ぐらいの季節って、うん、チューリップとかネモフィラとかお花が綺麗な時期だけど、家に花瓶何個ある？花瓶は0個私もせーの、桜坂46こちら有楽町星空放送局。一緒に買いに行こっか。行きましょう。この時間は桜坂46日向坂46公式音楽アプリユニゾンエアイオンカードがお送りしました。さてエンディングです。はい、ここで私たちからのお知らせです。桜坂46の最新シングル番をよろしくお願いします。はい、さらに、うん、私たちが現在 CM に出演している桜坂46のイオンカードは大好評入会受付中です。うん、今なら私たちのオリジナルブロマイド3枚をプレゼント。4月20日から USJ で撮影した CM も流れているので、ぜひチェックしてみてください。はい、番組からもお知らせです。はい、こちほしのオフィシャルブロマイドが全国のコンビニで販売中です。あの今日のは制服バージョンです。はい、この詳しくは番組のホームページをご覧ください。はい、最後に週に一人しか当たらないバリヨカなペン、コチペンバージョン、こちらですね。今日愛用してます。はい、コチペンバージョン2の当選者を発表します。おドロルル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 はい、皆さん楽しんでもらえましたかね。お、ありがとうございます。イノルン最高だって、ありがとう。え、ありがとう。じゃあルンルンはどうでしたか。うん、楽しかったよ。なんか、うん、やっぱこう皆さんとね、うん、なかなかこう今のね、うん、状況で会えることも、ね、うん、できないですし、でもこうやってね、うん、コミュニケーション取れるのはやっぱすごく嬉しいです。うん、そうだよね。やっぱこうやってねファンの方の笑顔を見ると私たちも元気になるよね。うんうん、ありがとう、うん。本当にありがとうございました。はい、来週もパートナー原田葵さんと一緒にコチヨンをお送りします。はい、ここまでのお相手は桜坂46の井上里奈と森田ひかるでした。では最後の一言はルンルンから今日の感想を大きな声でお願いします。はい、エレベーターに挟まったら髪をかき上げろ。ありがとうございました。ありがとうございました。